皆さん、こんなグルメを見たらどう思いますか？メロンが一玉入っているメロンパンや、伊勢海老が丸ごと天ぷらになった天丼、寿司店の人気メニューがなぜかラーメン。思わず驚くインパクトやちょっとやりすぎなサービスに対して思わずバカだなと言ってしまう、そんなグルメを求めてブルーリバー青木が福岡県内を駆け巡ります。題してバカだなグルメ。さあ、このバカだなグルメもですね、だんだん浸透してきてくれまして、他のレギュラー番組でいろんなお店に行かせていただくんですが、つい先日すごいボリュームのお店に行ったら、バカだなグルメに出たいんですっていうですね、他局のディレクターも、あー、いいですねっていう、絶妙な空気になりましたけども、さあ今日ははい、こちらになってます。来ました、フリップドン。おお、え、どういうこと。え、いや、バカだなこれ、この時代に何がどうなって、まだインパクトもすごいけど、やってることもすごいですね。街の皆さんはどういう感想を持たれるんでしょうか。ちょっと聞きに行ってみましょう。最初にご紹介するのは、値段設定がおかしくなったバカだなグルメ。まずは街の人にリアクションチェック。不思議ですねなかなか落ちされたことじゃない。いや、入らん。いいな。いや、不思議です。おでくっすねたくさん食べれますよ。おお、すごい。あ、全部同じ。はい。あ、おお不思議皆さん、どうしてそうなるのか不思議に思っていましたよ。やっぱり町の皆さんも困惑しておりましたんで、このバカだなグルメに会いに行ってみたいと思います。訪れたのは締め町にあるうまくも市場博多武蔵締め店。福岡佐賀で3店舗展開しているこちらのお店、実は先日放送されたパラブラリでこんな一幕が。焼きそばって書いてある。あれ、ナポリタンじゃなく焼きそば。あ、ここじゃないか。ちょっと気になる。これここじゃないんですけど、見てください。これ決して一人では食べないでください。あ、でかいんだ。あ、でかいんだ。デカ盛り系。ああ、バカだなグルメで青ちゃん、ここいいんじゃないか。あ、いいね。パラブの推薦もあって今回やってきたんです。営業時間前に特別にロケをさせていただいております。ご協力ありがとうございます。あ、すみません、社長。おはようございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。すいません、ご営業前に。いらっしゃいませ。助かります。はい。もう早速なんですが、はい、このメニューはこちらにありますね。はい、間違いないです。ですね。はい、もうどういうことなんだろうっていうね、困惑がありまして。そうですね、はい。一度ですね、はい、お頼み。あ、もう頼んで、もう見るのが早いですか。そうですね。了解しました。はい、では、よろしくお願いします。お願いします。町の人も困惑した値段設定がおかしくなったグルメとは。不思議ですねなかなか。お得っすね。あ、全部同じ。はい。あ、さあ、いよいよバカだなグルメとご対面です。お待たせいたしました。焼きそばの並盛りになります。 ありがとうございます。あ、いいですね。お待たせしました盛りになります。いや、激盛りですね。激盛りすごいな。こちらの並盛り、はい、おいくらですか。803円ですね。で、こちらの激盛りは、はい、803円です。なんで、はい、なんでバカだなぁでですか。これがうまかもん市場博多武蔵の愛すべきバカだなグルメ。並盛りから激盛りまで値段がすべて同じ焼きそばです。並盛りが焼きそば 1.5 玉に対して、
激盛りは焼きそば5玉と超特大。単純計算で2400円以上はしてもおかしくないのに同じ値段の不思議現象。じゃあまずはちょっとお味を、はい、よろしくお願いします。食べさせていただきたいと思います、はい、緊張感あるな。うーひょー、うん、うまい、うん、おいしいね。ありがとうございます。むちゃくちゃおいしい。ちょっと細麺でまたで味もちゃんとパンチがあって、いっぱい食べていただくためにちょっと濃いめの味付けを設定してます。はい、なんでまたこんなに量が違うのに同じ値段っていうのをやろうと思ったんですか。そうですね、ちょっと結果的にはやりすぎてしまった感がバカだな、はい、これやりすぎてるんですね。ちょっとそうですね、社長としてももともとですね、私がお店する前に屋台業をずっとやっておりまして、でその時に焼きそばをするにあたって、うん、並盛りってすごく少ないんですよね、うんうんうん、でそれじゃちょっとお腹いっぱいならないだろうということで2倍、3倍ってしていくうちにやっぱりこうやって形になった屋台時代にお客さんを喜ばせようと始めた大盛り。あっという間に話題となり、いつも大行列の人気店に。その後お店を構えるようになったんですが、屋台時代のお客さんの笑顔を守るため、並盛りから激盛りまで値段を変えないスタイルを継続しているんです。濃いな、いろいろ計算は されたわけでしょ。してないですバカだな。なんで続けてるんですか。やっぱり喜ばれますもんね。うん、嫌われたくないのでこのまま好かれて終わりたいので。それは、はい、みんな好かれたいですもんね、はい、でもこれ並盛り、大盛り、はい、激盛り、はい、ありますけど、はい、どれが一番そので頼まれるんですか。やっぱ圧倒的に激盛りが多いと思うんですね。やっぱそうなりますか。そうですね、うちのスタッフがもう多い方をどんどん進めていくのでバカだな。今では SNS で噂が広がり、来店するお客さんのほとんどが当たり前のように激盛りを注文するんだとか。これでも食べきれない人とかいます。あ、シェアして食べられたり。はい、支援 OK？ OK です、OK です。もうご家族で来て。これ持ち帰ったりするの？あ、もちろん行けます。いいんですか？はい、持ち帰り用 のパックご用意してますので。社長、これテレビですけど大丈夫ですか？心配ありません。さすが。いや、これはお得しかないですね。そうですね。損しかないですけど。そうね、はい。こっちお客さん側からすると、はい、得しかないけど、お店側からすると厳しい戦いに。はいはい、しかもこの値段設定は店内の焼きそばメニューどれでも OK。 並盛りを頼んでも激盛りを頼んでも表示料金のみで食べられるんです。そらみんな頼むよ、激盛りを。シェア OK なんですもん。これだけ頼んで、じゃあ2人でシェアして、はい、食べるはさすがにダメですよ。全然 OK です。は？全然 OK です。いいんですか？喜んで。喜んで。喜んですごいなあ、前向きバカだなんですね本当に、はい、いやすごいわこれ。うん、うん、うまい。ごちそうさまでした。ちょっと激盛りはいけそうにございません。持ち帰ってもいいですか。はい、大丈夫です、はい、これが大丈夫なんですもんね。ありがたい。もうみんなで美味しくいただきますので、はい、ありがとうございます。愛を込めて言わせてください、はい、バカだな。ありがとうございます。白衣気味、ありがとうございます番組のこのコーナーのステッカーありますので、どこか貼らせていただいても、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございます。社長、これどこでもいいですか。はい、ここにバカだなグルメでございます。ありがとうございます。社長、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うまくも大市場博多武蔵の並盛りから激盛りまで値段が全て同じ焼きそばをバカだなグルメに認定しました。バカだなグルメ。さあ、続いてのバカだなグルメは何でしょうか。次なんですけど、はい、こちらのお店も値段設定がちょっとおかしなことになってるんですよ。今日は値段設定がバカだなグルメ。
助かりますよ。さっきの感じはちょっと助かりましたから、じゃ次もちょっとそんな感じなんですかね。はい、じゃあもう早速お店に、おい、じゃあ行ってみましょう。続いてご紹介するのはこちらも値段設定がおかしくなっているバカダナーグルメ。今度はどんなメニューが出てくるんでしょうか。やってきたのは福岡市中央区にある長崎亭役員店。あ、すいません、こんにちは。営業時間中に申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。店長、こちらにちょっと値段設定がバカだなぁなグルメがあると聞いてきたんですが、ありますか。はい、ありますよじゃあちょっとまず注文して確認させてください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。 CM の後はどう考えても値段設定がおかしいバカだなぁグルメが登場します。今回ご紹介するのは値段設定がおかしくなっているバカだなぁグルメ。やってきたのは福岡市中央区にある長崎亭役員店。店長、こちらにちょっと値段設定がバカだなぁなグルメがあると聞いてきたんですが、ありますか。はい、ありますよじゃあちょっとまず注文して確認させてください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。値段設定を確かめるためスタッフと注文してみました。果たしてどんなグルメの値段設定がおかしくなっているのか。さあ、いよいよバカだなぁグルメとご対面です。はい、お待たせいたしました。失礼いたします、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。失礼します。置いてきます。ありがとうございます。はい、それぞれの値段を教えていただいてもよろしいですか。はい、まずこちらは1150円になります。1150円。はい、こちらは1050円です。1050円です。いや、どういうこと、これもう値段設定がバカだなですよ。ちょっと店長、これが長崎亭役員店の愛すべきバカだなグルメ。なぜか唐揚げと大飯がついた方が安くなる不思議なシステムです。詳しくちょっとお話聞かせてください。はい、わかりました。お願いします。はい、どうぞ。はい、すごい。ちょっと一旦興奮は抑えつつ、まずあったかいうちにちゃんこいただきます。はい、わかりました。どうぞ。相変わらずうまい。ちゃんとこの味にパンチがありますよね。そうですね、はい、うまいわ。唐揚げも、はい、どうぞ。いいですか。はい、どうぞ。うまー、むちゃくちゃジューシーです。ちょっとサクッとして、そうですね。いや、めちゃくちゃうまい。ここまではもう私も大満足の1150円なんですが、はい、こちらライスがついてですね。そうですね、大飯が、大飯ついてます。で、改めてこっちおいくらでしたっけ。1050円ですね。なんでですか。なんで100円安いんですか、ご飯までついて。ですよねいや、バカだな。ですよねじゃないんですよ、店長。街の人にどちらを選ぶか聞いてみると、お姉さんならこれどっちを選びますか。富士ですよね。ですよね。どう考えてもお得ですもんね。どちらを選びますか。こっち。こっち。ですよね。ですよね。こっちを頼みますっていう方を指さしてください。せーの、ですよね。みんな当たり前のように B セットを選びました。これいつから誰が言い始めたことなんですか。3年半ぐらい前から、はい、ちょっとあの社長の指示で、はい、まあ、このセットが始まりました。唐揚げつけた単品よりあの安くなってませんかっていう現場からなかったんですか。それはまあありましたけどトップが決めたことなんで僕はもう従うしかないんでまっすぐバカだなんですか、それはまた
お店の宣伝目的で始めたセットメニュー。その中でも群を抜いてお得なのがこの B セットなんです。これ正直、はい、赤字ではないですか？赤字ですよ本当しっかり言うじゃないですか、はい、しっかり赤字じゃないですか。利益出てません作れば作るほど赤字、はい、バカだなしかも B セットにはこんな裏技があるんです。ご飯抜きとか、ああの中飯とか、あ中飯もいけるんですか？小飯とかも、これご飯抜きも大丈夫バカだな絶対こっちお得じゃないですか、はい。B セットの代飯抜きが OK だと、もはや B セットは何を意味するのでしょうか？ご飯抜きしても、はい、こっちで単品頼めるの安いですもんね。同じ状況に残るけど、はいはい、うん、器が違うだけです。お前あ、これで、店員さんが分かるようにしてるんですか？まあそうですね。丸い方で頼んでる人の方がお得なメニューですね。飯を抜いたとしてもお得なんですもんね、100円。そうなんです。ね、はい、で、飯を頼めば大きければ大きいほどもっとお得。あ、そうなんです。こらやばいですよ、現象として。その、ね、値上げとか大丈夫なんですか？値上げ、ああ、まあ、値上げはもうそろそろ、うん、もう近々近々ちょっと値上げもさすがに、いやそうですよね、物価の高騰でちょっとやっていけないっていう、いきなりもちもちいきなりもちもちしだしましたけど、いやいいんですよ、そこはだってもうしょうがないですもん、ちょっと安すぎますから、はい、近々ですね、もう近々値上げします。でもね、それでもちょっと、まあお得感にはなっております、うん、はい、お得ですから、はい、値上げはしますけどもお得なんで、まあなんで、はい、皆さん、なんで値上げするんだじゃなく、引き続き愛していただきたいと思います値上げされてもお得なのは単品で頼むよりも、はい、もちろん、はい、そういうシステムになっておりますバカだなは継続ですね。そうですね、ちょっと値上げしたからちょっと B セットを上げたっていうおもろいなこれ、うん。店長大満足です。はい、どうも。本当にこちらはあの後でスタッフさんでいただきますので、はい、本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に愛を込めて、はい、値段設定に向けて言わせてください。はい、バカだな。バカ。ちょっと待ってください。ありがとうございます。本当に番組のコーナーステッカーがありますんで、はい、これどこか貼らせていただいても。あ、いいですよ。ここでいいんじゃないですか。いいですか？一番うわー、ありがとうございます。バカだなグルメ、僕らは助かるバカだなでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長崎亭役員店のなぜか唐揚げと代飯がついた方が安くなる不思議なシステムをバカだなグルメに認定しました。